エアロックを待て。おお。なんか 外ではすごい戦闘してるけど。いた、ニビコフ。あれ、この人で合ってるよな。待て、ベレスタンチキ、ひょっとしたらボックスに入れっぱなしかも。こっちの拠点の、しまった、持ってくるのを忘れたかも。その軍服はどこで手に入れたんだ。ミリタリーのヘリが墜落してるだろう。どうやってここまで来た。退屈へようこそ。ここには何もすることがない。うん、まあ、お仕事か。アーティファクトを探す任務は大体めんどくさいんだよな。研究所っぽい。だだ、я слушаю。教授、手助けが必要か。あ、いらんかい。ああ、君の装備では断続的なサイフィールドには対応できない。その通りです。なんか手伝えることは。オアシスというのを聞いたことはあるかい。ないです。名前的にはすごく響きがいいけど。Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. オアシスを探してみるよ。伝説が本当かどうか調べる。オアシスね。ああ、場所が示されていないと。そりゃそうか。ああ、ベレスはまたここに持ってこないと。あれ、重量食うんだよね。この人は修理とかか。手当たり次第この人たちにヘリとか、まああとオアシスのこととか、ミリタリーのこととか、あとストーカー、お尋ね者のストーカーのこととかを聞いたりしてるんだけど、知らないことが前提なのかもしれないし、いずれまともな手がかりが手に入るのかもわからないんだけども。どうした？話せないと。この辺は多分行動範囲エリア外から出たらすぐに汚染地帯になる気がする。こことか特にやばそう。B205 地点っていうところがすでに近くにあるから、ひょっとしたら仲間がいるのかもわかんない。避難地点ってあるからね、行ってみるか。あれ、こう越えればいける。大丈夫かな。あ、汚染はされてない。人がいるぞ。ん？ゾンビっぽいな。ちょっとね、AR の弾が少ないから。うわ、狙ってきてる。ダメージ受けちゃってもいいから接近して倒したい。これゾンビだよね、どう見ても。行ってくるね。ちょっとショットガンでゆっくりやっちゃおうか。
タッシュから弾も拾えたし。出て出て。なんだろう、ゾンビは手を出さなければこちらを攻撃してこない？そんなことはないよな。この様子だとみんなゾンビになってそうだが、ひとまずみんな、あー汚染が強い。ひとまずみんなやっちゃいたいな。こいつらあんまり汚染的じゃないのかな。ひょっとしたらこのなんかシェルターっぽい建物の奥に生存者がいるかもしんないし、おショットガンの弾。もうちょっと周り見てみようか。あ、いかにも誰かいそう。ここに避難してきてるとかと、嫌な光が見えた今。ちょっとセーブしよう。再攻撃を食らうだと、無理やり入ってみる。あかんね、それはあかんわ。目的地的にはここなんだよな。だけどまあ耐性もクソもないこの装備では接近できない建物なのか。あ、こっからならどうだ。ダメだな。うん、ダメだ。全く接近できない。金を貯めていい防具買いやがれってことだな、いい加減。金は以前より貯まりやすくはなってると思うんだけどね。ゾンビは不気味だからやっちゃおう。これどこまで接近しても大丈夫だよね。この戦車汚染されてるから気をつけよう。ここにはなんか、ゲ ?PPSH かな。壊れてる銃もまあ売ろうと思えば売れるんだけど、当然ボロボロだし、高値であんまり売れないし、それこそ重量食うし、もう無視していいかな。ここチェックしてみよう。うわ、汚染されてそうな戦車。あ、で？なんだ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 ？ミーアキャット？そんなわけないよね。え？トカゲ？攻撃して、あ、来る。してくるけど弱い。空っぽ。あれ、もう2体ぐらいいたよね。これ汚染されて、あ、これは汚染されてないんだ。これさっきの建物の真下あたりだから、ああ、もう接近できない。ダメだ。お金貯めていい装備で出直そう。で、さあ困った。この二つ、任務遂行不可と。って考えたら、ここそんなに、え？仲間が来た。
仲間じゃねえじゃん。ゴロつきだ。入れてって。この野郎。え？まだいる？え？なんだお前たちは。デューティーか。デューティーいいもん持ってる。防具の一つや二つぐらいドロップしてくれてもいいんじゃないの？まあ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 。こんなもんですぐ重量かさばっ。まだいた？一旦回復しよう。どいた。ちょっと木箱の裏最強。よし、4人で全部かな。うん、大したもん持ってないんだよな。まあ拾っとくか。一旦駅に戻るし、武器を売りさばこう。ここをまっすぐ行くと下に線路があるから、それに沿って向こうの方角に進めば駅がある。でそこはさっき言った研究所。大丈夫だよね。さっきのはデューティーの方から攻撃してきたんだからさ、恨みっこなしだよね。こっち一人だぞ。遠目で人影が見えると敵なんじゃないかって思っちゃうんだけど、大丈夫？で、外側から駅には入ってないから入り口がわからない。敵ではないっぽいな。もう重量オーバーでスタミナも全然持たない。これか。結構立派な駅舎だ。この人ずっと喋ってんな。はい、いらないものを売ろう。3万ルーブル近くのお金になったんだけど、これめっちゃくちゃいいな。6万2千ルーブル。無理。無理ってことでもないか。あ、これはいけるけど、再耐性がなさすぎるな。電撃耐性あり。もっとお金が欲しい。いまだに食料とか弾とか その辺を買い足す程度に収まってるからね。あーで、ナイフがもうダメだから買うか。ナイフ、ナイフ、これは弾頭。これはナイフではないよな。ナイフ。別のショップで売ってるかな。パイロットさんはここにいるんだ。元の拠点に戻りたいって言っても1万ルーブル要求してくるんだ。じゃあいいや。この人たちは質問しても何も知らんし。Не верю, что это тебе. Так, спокойно. На поводу никто не идет. Просто сейчас единственный реальный вариант – это выполнить их условия. Накама ну стокаа на ханаш кана. Ха-ха-ха.
あ、人質を取って身代金を要求していると。トルバは奴らにそのアーティファクトを身代金として払うよう勧めている。はあ、ははあ、なるほど。身代金を出すか、力でもって解決するか。いや、俺ならこうするなって正すか。うわ、どうしよう。2番にしよう。力でもって解決する必要がある。イグザクトリーと、はい、オッケー。この人も独り言激しいな。もう任務をこなしてね、金が欲しい。どんどんアイテム売買。武器とかたくさん売ってる人はいないのか。この人中佐。ここで何してんだ。同じことの繰り返し。散弾銃を安く貸してくれないか。いや、売ってくれてもいいんだけど、そんな商売しちゃいない。強力な武器が弾やら何やらと一緒に保管されているアッシュヘッドの近く。アッシュヘッドの近く。任務が発生したわけではないけど、アッシュヘッド、アッシュヘッド、アッシュヘッド。アノマリーなんだ。レアなアイテムはアノマリーの近くにあるんだ。だとするなら、大前提としていい装備が必要になるんだよな。あーで、腹減ってる。ああ、そういえばいただいたツナの缶詰もあったから、いただいておくか。これか。こっちは何がある。バスか、パーソナルボックスか。トラッパーさんがいるぐらい。商人はこの人だけか。じゃあさて、あ、これじゃない。商人がバイオネットを売ってたんで、もうボロボロだった万能ナイフ売って、ちょっとこれも3000ルーブルぐらいしたんだけど、買ってしまった。お金はこれのあと3倍ぐらい持ってればいいや。まあ買えるし、耐久力的に頃合いなんだよね。お金がもっと欲しい。で、ここの任務はそもそもベレスタン地球をどっかで見つけてこないといけないっていう任務だし、見つけてから3つ持ってかないといけない。で、墜落現場は2箇所あって、この緊急避難地点はそもそも再耐性が強い防具がないといけんと。ブラッドサッカー狩りでも行くか。あ、ちょっと腹減ってる。水飲んどこ。こっちでいいや。あ、待ってよ。放射の治療薬は一つ持ってるなら、まあいっか。外からずっとドンパチ聞こえるんだけど、今は大丈夫か。あ、こっちか。ちょっと遠いけど、ここを目指すか。途中にあるこれは小さな駅。矢野府駅みたいに人がいる駅ではないのか。ああ、殺風景な駅だ。とは言ってもこの辺ひたすら平地が広がっている殺風景な地域なんだけど、時々ミュータント。天気が良い。ああ、というかマスクの視界が悪いな。
戦闘時以外は外そうと思っても戦闘の時に装備するの忘れるんだよな。